脂肪族化合物とは、非関式、または、関式の、非方向属性の炭素化合物のことである。したがって、脂肪族化合物は、方向族化合物の対義語である。脂肪族化合物では、炭素原子は、直鎖分子、または、非方向間を形成している。脂肪族化合物の結合は、飽和結合でも、不飽和結合のどちらでもいい。加えて、水素以外にも、 酸素や窒素、硫黄及び塩素などのヘテロ原子が炭素差に結合することも可能である。最もシンプルな脂肪属化合物はメタンである。脂肪はカルボキシル元が結合した分子していない脂肪属末端から構成される。脂肪属化合物にはアルカン、アルケンそしてアルキンが含まれる。大部分の脂肪属化合物は可燃性であるため炭化水素は燃料として使われる。 例えば、メタンは、分前バーナーの燃焼や、液化天然ガスに、アセチレンは、溶接に使われる。IUPAC、コンペンディアム・オブ・ケミカル・ターミノロジー、セカンド・エイド・オンライン版、アリファティック・コンプーンズ。ありがとうございます。